はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、一撃で利益100万円も狙えるとある商品ジャンルということでお送りしていきたいと思います。古物市場、ブランドオークションなんかを使って仕入れ、転売をする際にお役立ていただけるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。僕はですね、中古品の転売はもう10年以上やってきておりまして、商品をね、こう大量に仕入れてきてメルカリとかアマゾンとかヤフオクで転売するっていうことをやってきております。で、このね、商品をどうやって仕入れてきてるかっていうと、古物市場とかブランドオークションと呼ばれるものを使って競りで商品を仕入れてきて転売してるわけですね。で、このチャンネルではね、この方法について詳しく説明している動画がたくさんありますので、興味がある方は他の動画もよかったらチェックしてみてください。合わせてノートとかブレインというサイトで古物市場攻略法というものを販売させていただいております。このね、動画の概要欄にリンクを貼ってありますので、こちらもおすすめとなっております。同じようにしてね、稼いでみたいよっていう方だったり、あとコミュニティ運営してます。現在1400名以上が参加しているので、そこでね、情報交換してみたいよっていう方はね、こちらチェックしてみてください。はい、ということで、本題に入っていきたいと思うんですけれども、今回のテーマはね、一撃100万円の利益は狙えるある商品ジャンルということでお送りするんですけれども、これ何だと思いますか？答えはね、もう言っちゃいますけれども、デッドストック。デッドストックですね。これデッドストックの商品っていうと何かっていうと、廃盤品で新品保管品のもの。現在はもう販売されていない、販売中止、製造ストップしてるんだけれども、にもかかわらず新品未開封品のまま保管されているものっていうものがデッドストックというふうに言われると思います。これがですね、とんでもない価値があるわけですね。なので今回のテーマはですね、中古品転売、レッドストックの価値についてということで、こちらをね、お送りしていこうと思います。参考にしてくださいね。で、少し前、確か今年入ってからぐらいだったと思うんですけれども、ニュースでね、僕はヤフーニュースかなんかで見たと思うんですけれども、このね、海外版用ソフト、スーパーマリオブラザーズの、このね、アメリカ版のやつかな、アメリカ版の、スーパーマリオブラザーズ、これのね、新品未開封のものがオークションで7300万円で落札されたっていうね、ニュースが出ました。ゲームソフトではおそらく過去最高金額じゃないかっていうふうに言われてるんですけど、これですね、7300万円。まあね、このね、100万円ぐらいの利益が狙えるっていうふうに言ってるにもかかわらず、7300万円のソフトがね、比較で出てきてね、どうしようというふうに思われてる方もいるかと思うんですけれども、この7300万円っていうのは、大げさだとして、ピン切りの方の、どっち、これ、切り？ピン？どっちだろうな。マックスのね、マックスの方の金額だと思うんですけれども、数万円とかね、数十万円とかね、100万円超えるものとか、割とね、ポコポコあったりするので、ここをね、知識として入れておくのが重要ということになります。はい。で、例えばですね、古物市場とか、ブランドオークションに、僕のね、この動画を見てくださって、で、その古物市場攻略法っていうね、ノートとかブレインのね、記事を買ってくださって、実際にね、古物市場に行って仕入れをね、してる方いらっしゃると思うんですよね。で、実際行ってみるとですね、やり方なんかはね、この動画でずっと説明してきてるんですけれども、実際いざ行ってみると、なんか狙っていた商品、狙っていたそのセット売りの商品たちの山が、自分のね、想定していた以上の金額で落札されちゃって全然買えませんでしたよっていうこと結構あると思うんですよね。で、もしくはその自分で想定していた以上の金額になっちゃって、この金額で、どうやってこの買った人は利益をね、出していくんだろうなというね、疑問を持たれてる方ね、たくさんいらっしゃると思うんですね。大きなこの要素としては、1個目が販売チャンネルの違いですね。自分自身ではヤフオクとかメルカリで売ろうと思ってるんだけども、その買った人はね、もしかしたら海外の、例えば eBay で売ろうとしてるとか、輸出しようとしてるとかね、自分はヤフオクメルカリなんだけども、この人は Amazon で売ろうとしてる。なんかのね、要素があったりします。これは前々から解説してるんですけども、販売チャンネルの違いによって、売れるね、相場がここ変動しちゃうんで、なるべくね、たくさん販売チャンネルを持ちましょうというふうに言ってるんですけれども、もう一個ね、二つ目の要素として、このね、そもそもの価値をですね、相場を理解できているかっていう部分があると思うんですね。で、このね、デッドストックというのは一つの要素となっていると思います。古物市場やブランドオークションでなんでこんなに高いのっていうふうに感じてしまう、そう思って買えなかった理由の一つがこれというふうに言えます。
で、まあ、例えば、その例題として一個事例を挙げるとするならばですね、このソニーのウォークマン、WM の20ってやつを引っ張ってきたんですけれども、これね、オークファンで履歴を引っ張ってきて、ヤフオクの落札履歴ですね。で、これ、ね、カセットテープのウォークマンですね。これがですね、まあ、これもね、普通に中古品でもそこそこ高いんですけれども、現状品でも3万2000円とか、まあ、2万7000円、1万8000円、1万8000円、ジャンクで1万8000円なんで、まあ、そこそこいいよねっていうふうに感じると思うんですけれども、これがですね、デッドストック、いわゆる新品未開封の場合にどうなるかっていうとこれですよ。20万円。一撃20万円取れるよねっていう話なんですね。だから先ほどの例で言いますと、例えばこのね、コカデンの山の中にこのね、ソニーのウォークマン、カセットテープ、これがあったとして、ね、ウォークマンをバーって検索するわけですよ。で、この型番を入れるわけですね。ソニー、ウォークマン、WM20 で検索したら、あ、なんだ、3万円とか2万円で売れるじゃないかというふうに判断するわけですね。型や、このね、デッドストック、新品未開封で綺麗な状態っていうことで、デッドストックは価値が跳ね上がるんだっていうことを理解するとどうなるかっていうと、ちゃんとですね、検索するときに新品未開封とかデッドストックっていうふうに入れて検索をかけるわけですね。そうするとこの20万円の履歴にヒットするわけと。そうなったときに自分はまあ1万円、2万円、3万円ぐらいで買えたら利益バンバン出るよねというふうに感じてる隣で、あ、20万円で売れるんだったらまあ全然5万円で飛ばして買っちゃおうかっていう人がいると。こういうときにですね、あまりにその相場感の違い、検索能力の違いで全然この人には勝てないよねっていうような現象が発生するというふうに言えます。はい。で、二つ目の事例なんですけれども、こちらおもちゃですね。まあ、やっぱりおもちゃ系とか結構多いですね。あと時計とかもあるのかなと思うんですけども、おもちゃ系で言うと、このトランスフォーマー、D86 ウィアードウルフってやつ、もう僕ちょっとトランスフォーマー全然わかんないんですけども、これもですね、中古品で検索するとだいたい3万円から4万円ぐらいの履歴がザーッと出てくるわけですね。ヤフオクの落札履歴です。これがですね、もしデッドストック、新品未開封のまま保管されていたものだとすると、13万1990円となるわけですね。13万1000円ぐらいで売れちゃうと。だからここでやっぱりその相場感の違い、検索能力の違いが生まれて、こうね、全然勝てないよっていう話になってきます。まあ、そりゃそうですよね。10万円以上も差があるんで、中古品で検索すると、中古品で把握している場合と、新品未開封、デッドストックであるというふうに判断している場合とでは、10万円以上の差があるんで、そりゃ競りにならないよねと、勝ち目ないよねっていう話になるわけですね。で、まあ、このデッドストックの商品の面白いところなんですけれども、場合によってはですね、まあ、軽く100万円を超えちゃうよということがあるわけですね。これ、ま、特に高いものを引っ張ってきたんですけれども、この285万円、そして、このバットマン、なんか昔のバットマンですね、本当に。265万円、そしてロボット、ビッグサンダー200万円。こんな感じで280万、260万、200万円と、昔のね、おもちゃ、新品未開封であるだけで、あるだけで言うと、まあ、問題なんですけれども、まあ、なかなかね、こう、新品未開封のものがね、数が少ないっていうか、だからこそ高くなってるってことがあるんですけれども、200万円を軽く超えるものがあるということです。この点を押さえておいてもらいたいということですね。まあ、それ以外にもですね、まあ、多少こう、ピックアップしてみたんですけれども、例えばスニーカーとか、あとアパレル系、ブランド品とかね、その他いろいろ、もろもろですね、デッドストックというものを捉えてみると、まあ、100万円はね、大げさだとして、もうほんと数万円から数十万円のものってもうゴロゴロあるわけなんですよね。で、この、まあ、スニーカー、ナイキのスニーカー100万円とかね、80万、55万、54万とか、ジョーダンですね、エアジョーダン、54万とか、まあ、それ以外にもですね、この、ゴルチェのサングラス、これデッドストックって書いてますけども、新品のまま取っておいたものが14万8000円とか、ね、このジャケット、1910年製ヴィンテージデッドストック。まあ、これはちょっと新品じゃないのかもしれないですけどね。まあ、ほぼほぼ新品同様ですよ、みたいな形で出してるんだと思うんですけれども、それでも14万8000円とかね。まあ、こんな感じで、デッドストックっていう、その一つのカテゴリーじゃないけど、こう、デッドストックであればあるほど価格が上がるんだよと、相場が高くなるんだよっていうことを一つ頭に入れておいてもらえればなというふうに思います。知っているのと知らないのとでは、まあ、随分変わってくるよねっていう話ですね。で、ほんと、古物市場行ったことある方だったらわかると思うんですけれども、こうね、セット売りのね、
セット売り、僕はセット売りをね、買いましょうねっていうふうにお勧めしてるんですけれども、セットの中ってね、この箱の中にね、ブワーって商品が詰まってたりするんですよ。で、全部見切れなかったりするんですけれども、例えばさっきのね、200万円のおもちゃとかね、新品未開封のものが、ポロってね、下から出てくる可能性もなくはないじゃないですか、本当に。マジで、当たるね、当たりがある業界なんですよ。全然気づかなかったんだけど、こんなの入ってたよねっていうような、ね、この箱の入ってたこれなんか知んないけど、200万なんだけどっていうね、そういうことが起こりうる業界なので、必ずね、これはね、知ってるか知らないかでは大違いなので、押さえておく必要があるっていうことですね。はい、ということで最後まとめたいと思うんですけれども、ほとんどのいろんなジャンルの中で、デッドストック、高額に、まあ、相場が高額になってるものがありますよっていうことですね。まあ、何もおもちゃだけじゃないよと。まあ、小家電もあるし、アパレル関係のものもあるよねと、いろんな、ジャンルの中でデッドストックのものっていうのは存在しうるよねっていうことが一つですね。で、二つ目のこのポイントはですね、出品するときも注意が必要っていうふうに書いてるんですけれども、このね、デッドストックっていう概念がなかったらですね、なんか、新品未開封なんだけど、うん、ちょっと袋開けて中身確認しようかな、とかっていうことになりうるわけですよ。そうするとね、新品未開封じゃなくなっちゃいますからね、ちょっと価値が下がっちゃう。まあ、実際開けてみても、ほぼほぼ新品だったら、まあそこそこの値段にはなると思うんですけれども、価値は若干落ちちゃう可能性があるよねと。あと、まあ出品の仕方ですね。タイトルに、ちょっと心配だから中古品で出しちゃおうかなとか、カテゴリーをですね。とか、タイトルに、中古品とかね、デッドストックで付けないとかね、新品未開封っていう風に付けないとかっていうことが起きてしまうわけですね。こう出品者側の認識が甘かったことによって、200万円のものが数十万円の価値になっちゃう。とかっていうことが起こり得ますので、ここはですね、まあ、一つ損をしないためにも押さえておいてもらえればなというふうに思います。はい、ということで、今回はですね、まあ、一撃100万円の利益も狙える商品ジャンル、まあ、デッドストックということでお送りしてきました。参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。